政府から緊急事態宣言が発令され大阪府においても外出の自粛要請がなされている中さる4月11日土曜日12日日曜日には大阪メトロの各路線で運行本数を減便しました皆様にはご協力をいただきまして誠にありがとうございましたまた実施に際しましては急なご案内並びに時刻表のご提供がおせこなり ご減便,しし便時の状況ですが4月11日土曜日における各路線の全期間の車内の混雑率を1時間単位で見てみますと最もご利用が多い朝ラッシュ時間帯でおおむね30%未満それ以外の時間帯ではおおむね10%から20%となっております。 4月12日、日曜日は朝ラッシュ時間帯でおおむね20%未満となっておりいずれもお客様が全員座れる程度の状況でした4月11日土曜日の一部の区間、時間帯におきまして座席数以上のご利用がありましたが皆様のご理解、ご協力もありトラブル等はありませんでした一部の列車運行をまびいているため 間引いた次の列車の乗車人員が増える傾向にありましたが両日の乗車人員は減便前の前週末と比較しても4割以上減少しており車内の混雑は緩和されておりますしかしながら現在も予断を許さない状況が続いており大阪メトロといたしましてはさらなる新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために4月18日土曜日 19日日曜日の両日につきましても、前週に引き続き運行本数を減便します。社会を守るために、お仕事に行かれる皆様など、どうしても外出しなければならない皆様には、ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。運行ダイヤにつきましては、当社ホームページ、駅構内等に掲出しますので、あらかじめご確認いただき、 ご利用くださいいいまますすようお願いいたします最後になりましたが、さらなる新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、不要不急の外出はお控えくださいますよう、ご協力をお願いします。